浙江省湖州市安吉県で開催された国際無人航空機イノベーションコンペティションで、ネットユーザーがアップした現場の動画で飛び上がった無人機が突然墜落する様子が確認された。動画にはプレデターと呼ばれる国産のドローンヘリが空中ショーを行っている様子が映されており、司会者の紹介中にもかかわらずヘリコプターが突然演壇に向かって墜落し、現場にも悲鳴が上がった。ネットユーザーからは指導部がオーボラを吹き終わるまでもなく墜落したと嘲笑する声が上がっている。海外のソーシャルメディアに掲載された関連動画によると、司会者は広州省国際低空ヘリコプター開発有限公司が開発した全長 7.5 メートルのドローンの紹介をしていた。基本的に無人ヘリコプターであれば2時間の飛行時間と最大 200km の飛行距離が可能で、最大採石量は 200kg であると言われている。しかしこの無人機はたったの2分足らずで悲惨で危険な事故に終わった。ドローン墜落のビデオを見たネットユーザーからは次のようなコメントが寄せられた。2時間のバッテリー寿命がわずか2分で爆発した。すごいもんだ。たまたま重要な窓のスローガンの前に落ちた。なんか意味があるのか。重要な窓とは、習近平が今年3月に浙江省を訪問した際に行った浙江省の改革と開発に関する演説の中で取り上げたスローガンである。その中で習近平は、新時代に中国の特色を持った社会主義体制の優位性を総合的に示す重要な窓口となるよう努力するという新たな目標と位置づけを浙江省に与えていた。